私からのお願い。実況動画を見て興味が湧いたら自分でも買ってプレイしてみよう。セット、はようこそ、どうもよしです。アストロボットレスキューミッション続きやっていきましょう。あの後ね、チャレンジ小惑星隊をねちょっとまあクリアして、アストロボットが救出した数が40人になりました。さあ今回のステージ、はい、これ1の5でいいのかな、深夜の歯科検診、まあボス戦ですね、やっていきたいと思います。それじゃあスタート。深夜の歯科検診ってどういうことなんだろうな。なんだろう、歯が関連するのかな、歯でも。あ、来た、よし、セット。ああどういうことなんだろうね。あ、アストロボット行こうか。これにも救出しなきゃいけないアストロボットとかいんのかな。いやー待てよ、なんかあるぞ、なんかまた宝箱がある。これを使うのかな。よいしょ、まあまたやるんだね、どうせ。よし、セット。これはジョージってわっちけじゃないんだね、やっぱ。うん、だからなんかあらゆるところで宝箱ゲットしてやって。何してんだお前は。よ、おい、何してんだ。うん、まあ引っ掛けろってことだね。はい、引っ掛けます。よし、じゃあ行こうか。別にな、一撃でやられるからな、これって。なんか来たぞ、パンチと。あー、猿だな、多分。1のうちで現れてましたよね、なんか。今思い返せば。あいつがボスなのかな。まあやっていきます、普通にね。で、これはエレベーターかなんか？あ、エレベーターだったね。はぁ。上に何がある？一体。何してんの、アストロボット。なんで VR つけちゃってんの？まあいいけど。あ？なんだ？チェックポイント。あ、先へ進んでいくぞ。お前何してんだ、おい。カメラマン。お前さ、何してんだ。おい、何してんだっつうの。おい、降りてこい。もういいか、仕方ない。あ、ライフが2つになってる。おっと。なるほど、やっぱりてめえか。ステージ1で出たやつだね。はい。で、お前の倒し方はどうやったんだ？なんだ？あー、火が出るから、もしかしてこれか、パンチ、うらで、あ、引っ掛けんのか、うらで、痛そうなんだけど、かわいそうなんなってきたな、なんか。まあでも、敵だからそういうこと思っちゃダメか。はい、こっちだよ、こっち。で、こうして、殴って、で、引っ掛けて、引っ張る。おーん。OK、OK。あ、敵が多くなったな、おい。で、敵を倒して、危ねえ、危ねえ。倒してやって、またかな。はい。1回、2回、1、2、3、4、5と。で、5回殴ったら、引っ張るわけだな。なるほど。わあ、またお前ら、わあ、もう汚ねえ、汚ねえっつうの、お前。ああ、もう、危ない、危ない。ポットはどっちから出る？はいはいはい、2回やって、はい、1、2、3、4、5発。で、1回、こうすると。ああ、もう汚ねえな。よだれを飛ばすんじゃねえ。まったくよ。で、お前は、はいはい、1回。はいはい、攻撃パターンはまあ大体読めたよ。はい、じゃあ、これで終わりか。3、4、5っと。あ、まだ2回あったか。よし、おらよ。わあ、もうだから汚ねえっつーの。あー、またこいつか。こいつはこうやって倒さなきゃダメだ。よいしょ。はい、1回。はい、2回。はい、3回、4回。5回、6回。で、1、2、3、4、5と。さて、これで終わりだ。名前も知らぬボスよ。終わりにしよう。あばよ。ああ。ああ、飛んできた。ああ、痛い。なあ、危なかったね。カメラ撮ってんじゃねえよ、お前ら。何してんだ、まったく。まあいいか。じゃあ行こうか、アストロボット。よーし。オッケー。で、これは何だ？はいはい。あれに？あれは何ですか？あー、ジャンプか。パンチ。え？あー、もともとのあの部品か。なるほどね。おお、入ったけど。アストロボットも戻ってきたな。
まあ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 、簡単だったね。うん、簡単でした。深夜の仕掛けじゃ歯がなくなってる。あー、まあ一応ちょっとゲットしたからね。うん、あー、かわいそうだったな本当に。あ、新しいチャレンジを解除、定期仕掛け時。あー、ボス戦うのかな多分。そういう感じだね。まあこれは裏でやっておきます。自分でねプレイしてね、とりあえずどういうのがね。はい、でアストロ号のパーツを入手した。5つのうち1つを回収した。25ステージあるってことでいいのかな、解釈としては。 OK ですんで、でアストロ号待ったしたな。あ、何してんだ。あ、宇宙船アストロ号を解放、コインを使って遊ぼう。コインを使えるの。あ、そのためのコインか、ようやく。なるほどね、はいはい、よし。まあボロボロだな本当に。あ、今度はステージ2かな。あ、ステージ2は何だろうね。ワールド2で、まあ5個あるってことだけど、アストロ号決定してみようか。決定。何が使えるんだろうね、アストロ号は。うん、あ、ようやく来ました。じゃあ、ヘッド。ここがアストロ号の中か。仲間たちとリラックスするための場所。40人いるからな、今。どうやってリラックスすんのこれ。さまざまなおもちゃを手に入れるためにコインを使うことができます。なるほど、こういうガチャ要素ってやつ。あ、アストロボットどこ？アストロボット？あ、いたか。はい、飛んでいこうかな。はい。よし。よー、みんな、助けたみんなって、ギャー気持ち悪いよ。そんな近寄ってくんじゃねえよ。あ、これはね、このなんか色違いのやつ、わかるかな。うん、まあまあまあ、こいつらはね、カメレオンのミッションでゲットしたやつですね。それにしてもいっぱいいんな。でもこれを全部集めたのめちゃくちゃいるのかな。あー、はいはい。わらわらついてきてな。まるであれみたいだな、任天堂の、植物の。あれ、名前はあえて言いません。あれみたいな感じですね。笛とか吹けたらいいんだけどな。ついてきてかわいいな。癒されだな、ちょっと。今まで殺伐としたというか、なんかね、いろんなステージをクリアしてったからね。あー、なるほど。こういう感じに遊べるわけか。はい、行こうか。で、ここの下のやつは何なんだ？俺のところってわけ？うん、これは何でしょう、蹴ってしまえばいいってわけでもないけどな。他にこれ何だろう、蹴れるのかな、これをパンって蹴って。あー、無理か。これも殴ったりしても、これは殴れる？意味はない感じか。これは脱出だし。いっぱいついてきてら。よし、じゃあこれで乗ってみて、四角と。あー、16ってどういうことなんだろうこれ。まあ、いや、四角と。あ、これがあれか、ガチャでゲットするためのあれね。なるほど、そういうやつだったか。まだセットしろってやつだな。はい、セット。あれ、セット。はい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 、ガシャガシャです。100コイン使うの？おい、ガシャガシャさんよ。何これ、はどうやって動かすのこれ。横、あ、そういうことか。あー、俺ちょっと失敗したな。失敗しましたかね。あ、でも捕まえれたか。いや、そんな難易度は高くないんだな。で、何が出た？スライドさせて、あーん、敵か。なるほど。これはどうすればいい？スライドさせたのがいいんだけど。あ、これで戻すのね。はいはい。いっか。なるほど、なるほど。まあまあまあ。OK。戻ろうか。こういうのはね、ちょっと、裏でやっておこうかな。裏で。うん、本当にね、興味が湧いたらね、自分でね、買ってプレイしてみて、集めてください。よし。じゃあ、出てくか。楽しかったね。うん、めちゃくちゃ可愛かったし。じゃあ、出てきます。なるほど、戻って。で、ワールド2は、ガーデニング VR 豆に水やりを。水やりやるステージか。なるほど。多分、フックショットというのか、なんというか、引っ掛けるやつ以外にも他にアイテムは多分あると思うので、多分それを使っていくんじゃないかなと思ってます。うん。ま、とりあえず今回はこんなもんにしとくやと思います。裏でいろいろ作業すること増えたんで頑張ってやっておきます。ということで今回はここまで。お疲れ様でした。